俺はずっと言ってるよ、はい、歴史とダンスはやめてくれと。でも結構一番多いよね。いや、の時行くのよ。そうやね、そればっかり言うてるからや。いや、あのマイケルの時も大変やったけど、今日タップダンスっちゅうんやから。え、やったことある？ないないよ。ダンスの中でも最高峰ですよ、タップダンスってね。でも住吉区の今長い商店街にいてるんですよ。で、まあ、駅でいうとね、そこの角外東側に行けば、あの長いの駅 JR とかね、はい、地下鉄の御堂筋の長いの駅があって、もうすぐ近くですね、うんうん、こちらにあります、はい、タップダンススタジオふみさんね。踏み倒れの街を作りたいっつってさ。俺もうほんま自信ないねんけど。踏み倒れの街にね。いや、もう食い倒れでええやん。そっちの方が得意やで、ね。まあ私もそっちの方がいいけどね。いや、まあでもね、ストレス発散にとにかくもうストレスを踏み潰せということで、ね、もうパチパチなってるわ、もう音が。でもタップダンスの音ってすごいいいやん。気持ちいいもんね。聞かせてほしい。あ、もう先生おるわ。もうめちゃくちゃ、ほらほらほら、見落としてる、見落としてる。あ、ほらほら、かっこいい、かっこいい。いやいやいや、ほら無理やん。いやもうドヤ感がすごいって。やめろって、もうやめてくれ。すいません、入らせてもらいましたけど、はい、タップダンススタジオ踏み台の翔太さんです。よろしくお願いします。はじめまして、翔太です。もうドヤ感はやめて。すいません、そうなるわな。楽しくて、ね、僕ダンスもしたこともなければ、タップダンスだって絶対したことないんですよ。でダンスの中でもタップダンスって難しいって言うじゃないですか。よ、言いますね、難しい。これを今日なんかやれって言われてるんですけど、大丈夫？大丈夫です。ほんまに絶対大丈夫です。ちなみにあの生徒さんっていうのは、だいたい年齢層で言ったら何歳ぐらい？まあ、ちっちゃい子で幼稚園、はい、で一番上が80代まで。80代まで、はい、いや、ちょっとね、その80代といえど、70歳から10年やってる80代とちゃうじゃないですか。あ、そうですね、歴はそうですけど。あるけど、でも80代の方やられてると。で、今写真写ってるんですけど、はい、翔太さんでしょ。それ、あの前の発表会の時の。めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。これ、なんでまたこれタップダンス始めよう思ったんですか。まあ、ちょっとモテたいなっていう。僕と考え方一緒。似てますもんね、なんか似てますもん。いや、これがね、男子は一番の何かに熱中できる理由なんですよ。モテたいから。そうですね。実際どうですか。あ、全然モテないです。そんなもんですね。いや、極めるとまた違う方行っちゃうんですよね。そうです。はい、ということで、でね、タップシューズっていうのを僕履いたことないんですよ。はい、はい、そうですね。ちょっと見せてもらってもいいですか。そうですね、サイズは6.5。6.5、わかりました。すいません。そうそうそう。いや、もうなんかね、鉄がついてるっていうイメージは僕はあるんですけど、ね、実際履いたこともなければ見たこともない。あ、かっこいい、綺麗な。あ、ここに鉄がついてるんだ、はい、結構しっかりした鉄がついてるんですね。つま先とかかとにこうタップスっていうチップがついてます。あ、これチップっていうんですか。はい、チップっていうか、ボールっていう名前があって、ヒールっていう名前です。あ、ボールとヒール、そうです、まとめてチップ。そうですね、タップチップです。これで音を鳴らしてるということで、じゃあちょっとすみません、履かせてもらいます。はい、で、この床っていうのもなんかまた特別なものなんですか。そうです、タップ専用の床でやらせてもらってます。何か違うんですか。なんかね、木なんで、こう高い音はよくなるんですけど、ちょっとこう底上げをしてて、はい、ちょっとこう深めの、すごい低い音もなるんだ。低音が鳴ったりとか、あとちょっとこうクッション性があるので、ちょっと腰に、体に優しかったり。はい、ほんで、なんでさ、その踏み倒れの街を作りた。踏み倒れの街。俺ら何を言ったよ、踏み倒れでいいじゃないですか。踏み倒れもいいんですけど、はい、踏み倒れ、まあ、タップダンスまだマイナーなんで、はい、ちょっと広めたいなっていう意味で。あ、それぐらいたくさんの方に知ってもらいたいということで、もうどこでも踏んでるような街がいいなっていう。なる。あ、いいじゃん。いけんじゃない、なんか。何それ、いや、何それ。ちゃう、な、吐いた瞬間に分かんない、これ無理って。じゃあ、つま先を無理感あるのね。はい、こういう風に、はいはい、あ、結構音鳴る。うんうん、で体重をもっと乗せて。あ、そうです、体重乗せる。大丈夫です。お、いいやん。僕、リハビリみたいになってます。大丈夫。左も行きましょう。左も、はい、はい、うん、あ、気持ちいい、結構音が。へぇー、つま先かかとも鳴らします。かかと、あ、かかとの方が意外と鳴らないんだ。ドンっていう音がね、音が、音色が変わりますね。はいはい、全然音色が変わる。左も、はい、はい、あ、いい、あ、なんかできそう。うん、あ、できそうとか絶対言わんとこ。
基礎出たで今踏むだけやからね、はい、落ち着けて鳴らしますステップを、はい、そうですね、はい、やりましょう。足を上げていただいて、足を上げてつま先を、つま先をはい全然空振りした。そういう日もあります。全然空振り、はい、足上げてつま先をこういう。つま先あそうです。で次はまたこうつま先をこういう。はい。こうこうはいはい。シャッフルって言います。シャッフル。そう。でスタンプドンです。はい。あとます。もう左足パンパンないよ。早いですね。そうか。置いてる方の足パンパンだね。そういう日もあります。もう一回行きましょう。右足から。右足から。シャッフルスタンプ。そう。なら左足上げてシャッフルスタンプ。そう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 。ちょっと待って、グラグラなるけど。なんでそんなもんですか。こんなもんなんですか。そんなもんです。はい。何回もちょっとトライしてみましょう。いや、はいはい。はい。はい、右足からせーの、シャッフルスタンプ。はい。シャッフルスタンプ。そうですそうです。で、シャッフルスタンプスタンプ一個あって。いや無理やってそんな急に。え、そうです。これが基本のステップ？そうですね。今日やろうと思ってるやつですね。はい。やってください。行きますよ。シャッフルスタンプ。はい。シャッフルスタンプ。はい。シャッフルスタンプ。スタンプ。シャッフルスタンプ。当てます。当てます。もう一個のステップも一応聞いとこう。はい。次はそれを左足から。シャッフルスタンプ。はい。シャッフルそう。でこっち足をタンタンドンでドン。そう。シャッはいはいはいそう。この次はどういう展開なの？次が前にドン前そうでドンドンそうドンあボックスですね、うんはい、そうですはいはいほんでダントン何やった何やったこっちドンですドンそう、はい、で後ろに足をやってトントンはいはいトントンねはいで逆もです、はい、逆ドンタンタン合ってますでまたもう一回歩いておおしょおい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 そうで、はい、走ります1,2,3,4,5 両かかとをドンとドンそうですっていうのをちょっと皆さんちょっと長めに繋いといて一回練習してこの後披露するみたいやからもうこのちょっとでこの汗やでほんまにいやいやもうちょっとあの皆さんが、ね、ニュースやってる間にまた僕ちょっと練習して後半一緒に踊れるように頑張るんで一旦お返しします。いやはい、またタップダンススタジオ、ふみさんに来てるんですけどね、代表の翔太さん、よろしくお願いします。いや、もう、上手に褒めてくれんねんけど、なんかもうリハビリみたいになってんねん、みのさん。そうな、いや、もうね、いや、まだだって何十分、いや、10分ぐらいしか練習してないんですけど、もう汗だく、うん、ほんまに。いいやん。いや痩せかかない、いや痩せれると思う、これほんまにすごい。うん、でね、今日はね、翔太さんの、ところに通ってらっしゃる最年長の方が来てくれてるということで、はい、うちのスタジオの最年長、はい、ご紹介お願いします。内田さんです。はい、お願いします。あー、内田さん来てくれました。はい、内田さんです。よろしくお願いします。お願いします。内田さん、おいくつなるんですか？88歳です。88歳上、何歳からこのタップダンスを？86歳ですね。86歳から約2年間やられてると。え、きっかけは何やったんですか？いや、翔太さんのライブを見て、これ面白そうだな、楽しそうだなと思って、すぐ入門して。その、なんでしょう、昔からタップはやってたんですか？タップはやってないです。まあ、見てはいたんですね。昔、フレッド・アストヤの時代から、タップは見てましたけど、やってはいないです。どうですか、やってみて。音に合わせてやるのは楽しいですね、結構。楽しい。若い人と同じようにはなかなかできませんけどね、楽しいもんです。それでも楽しいということで、やっぱりそのみんなでやる面白さみたいなのがこのタップの魅力なんですかね。そうですね。そうか、内田さんにとってどうですか、この、あ、じゃあごめんなさい、翔太さんにとってこの内田さんの存在というか。いや、もうやっぱすごいですよ。もうやっぱこうね、タップするだけでもすごいですけど、はい、勉強することが多いです。勉強することが多い、まあ、というのは、まあ、なんかやっぱこうその人によって音の、ね、色がちょっとちゃうかったりするんで、内田さんはまたすごい。そのっていうのはその人生みたいなものが音に出たりするってことですか？はい、だと思います。へえ、じゃあやっぱ相当深い音が鳴り張るんですね、内田さんは。いろんな経験をされてきた。いろんな経験してきましたか、人生。いや本当にね、
タップ、ショートさんもね、うん、そのレベルに合わせてうまく教えてくださるから、確かにだからね、私にはできないものにもね、楽しくできます。あ、そう、ほなちょっと早速踏んでいきますか。はい、ちょっとおさらいしながら、はい、最後曲で合わせたいなと思いますんで、はい、じゃあ3人でされるんでね、ちょっとこっち、もうちょっとこっち、はい、はい、せーので、1、2、3、1、2、3、そう、1、2、3、いいですね、左、左、左、ダントントン、はい、ダントントン、はい、ダントントン、もう一回ボックス、はい、よいしょ、はい、よいしょ、よいしょ、5回、1、2、3、4、5、両足、ドン、はい、もう一回、ラッタ、そう、大変、はい、ラッタ、タ、タ、ラ、はい、はい、左、ラッタ、タ、はい、ラッタ、最後、ラッタ、タ、タ、ラッタ、タ、そうです。あー、すごい。内田さん、結構シャキッとし始めますね。なかなか背筋ピンと、ね、腰曲がってそうやのに、いや曲がってないですね、曲がってない、いやすごい、もう美濃さん88でこの動きができるんですよ、ね、めちゃめちゃかっこいい、めちゃくちゃかっこいいし、これでだからね、タキシードとかスーツ着てこうパシッとやったらもうむちゃくちゃかっこいいんですけど、今日は T シャツで、うん、T シャツでね、曲に合わせて、これかわいいよね、こちらのスタジオの T シャツなんですけどね、そうなの、踏みたなりますよね、これね踏みたなりね、確かによっしゃ、じゃあ初めて曲に合わせて、はい、こんなことあります、皆さん今から初めて曲に合わせてやるんですよ、いけるいけます、いけます、びっちょびっちょやもん、ほんまに楽しみましょう、じゃあほら、ちゃんとやらんとさ、ほらやっぱここのスタジオさんに悪いやんか、だから楽しんでやりましょう、はい、よし、ね、じゃあ行きましょうか、はい、あ、少しだけ後ろに、はい、じゃあちょっとだけ後ろに、はい、はい、よし、はい、じゃあ行きましょう、じゃあミュージックスタート、楽しみ、いい、ね、何が流れんのやろ、あ、はいはいはい、シングシングシングですね、どっからどっから言ってや、かっこいいよこれは、はい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 、楽しい、いいね、音楽合わすの楽しい、おい、すごいよ、まさか、あるけんね、はいはいはい、トンパンパン、あ、トンパンパン、あるけん、あるけん、はい、いいね、はい、いや、おっと、音楽合わせたとむちゃくちゃ楽しい、うん、楽しいですね、楽しい、いい感じでしたよ、内田さん、どうでした、いや、楽しかった、楽しかった、いやいや、こちらこそありがとうございました、いや、でもね、こんなやっぱり80の方と一緒にできるってなかなかないね、ダンスで一緒に音を鳴らすっていうのがなかなかないと思うので、いやこれはすごいよ、ほんで、やっぱ体もこれインナーマッスル結構使います、そうですね、バランス取るので重心をしっかり取らないといけないので、すごい中からの力をね、使うんで、これはダイエットに向いてると思いますけども、じゃあちょっと最後、見てる方にメッセージお願いします、はい、ありがとうございます、タップダンスめちゃめちゃ楽しいので、ぜひ一緒にやりましょう、よろしくお願いします、よろしくお願いします、もう長いにありますので、ストレス溜まってる方はふみふみしに来てください、ということでタップダンススタジオふみさんからお届けしました、なんとかできたやろ